釣れな、マジやばいって、眠すぎて死んじゃう。休校していいよ、やっほーやほやほやほー。え、マジ眠い、え、めっちゃ眠いで、疲れ、誕生日来週の今日、そうなん、そんなこと考えれんぐらい眠いマジでやばい、ほんまに眠すぎてやばいです。過ごしていいよ。え、マジで今日はほんまにやばかった、今日っていうか昨日と今日、もうほんまになんかもう頭悪すぎてダンスが全然入らんくてとか言って迷った、入らんくて、もうずっとレッスン場からも抜け出せなかった、本当にやばかったですね昨日は。で帰ってマジ20分でお風呂入って、でもうすぐ髪の毛乾かして、でそっからずっとダンス踊って、5時半ぐらいに寝た。え、けど全然寝れたけど、ゴールじゃないだけマシですね。え、昨日やってもたな、普通に。なんかもっと配信できるよなって思ったんですけど、携帯見たら54分とかで、はっ待ってと思って、配信してなかったって思って、気づいたら、気づいたらね、こんな時間かってなってました。え、寝れなかったの、眠くなかったんじゃないの、逆だったよ。え、マジ早く寝る、ほんまに早く寝る、ってかもう今すぐ寝る、もう今すぐ寝ますもう今すぐ寝たい。こんばんは。忙しいっていうか眠いです。でも今日あの自主練習、あのリハ終わって自主練してて、で自主練そうやってて、で一回そのメールにも書いたんですけど、立ち位置を見るためにふう疲れたって思って椅子に座ったのよな。そしたらもう待って、めっちゃ眠い、やばい目開かへんってなって、マジでもうこうやってな、机にこうやってやってたんよ、ちょっとだけ3分とか。そしてすぐに、まあ3分とかやからすぐになんかこっちゃんが来て、区切りの踊ろうよみたいな、一緒に踊ろうよって言ってきて、あと5分だけ寝させてくれみたいなあと5分だけちょっと待ってみたいな言おうと思ったけど、さすがに今5分寝たら、え、マジレナ一回さ、なんかみんなでお昼寝したことがあって、なんかみんなとお昼寝したことがあって、でその時になんか30分でも20分とかかな、なんか10分とか15分とか20分ぐらい、それぐらいなんかみんなでちょっとお昼寝しようってなって、もうレナだけ2時間ぐらい寝てて椅子の上でもうみんなはなんか頑張って起きとんやけど、なんかレナもなんかよし、みんな起きとうから頑張って、起きなあかんって頭では分かっとんねんけど、待って、気づいたら2時間も寝てたみたいななってやばくない？結婚して、いいよ。え、いい夢見るね、ありがとう。最近悪い夢ばっかし見てまーねん なんか昨日はなんかいい夢、なんか楽しみな感じの夢でなんか怖いことが起こって、だからなんか良くなかったいや寝て起きても踊られへんで、やっぱやらのね、踊らない、踊れないですね私はキャパ狭なので眠いですよね本当にね
ね、そうやね。なんかさ、眠くてもさ、今日は絶対に寝れそうって思っても結局さ、朝までさ起きてまうことあって、だからマジ眠ってもさ、なんかお昼寝以外さ眠って思わへんねんな。わかる？なんか朝方まで行って、なんかあ眠、そろそろ寝ようはわかんねんけど、なんかお昼寝以外なんか早い時間帯に布団に入ってもなんか眠うとうとみたいなことがなくて困っちゃうね。困っちゃいます。初ですね。ただの眠かの、やばいやばい、かけられる催眠術。どこでも寝れるのかな。まあ、寝てるから寝れるんかも。シャンプー何使ってますか？内緒。ずっと内緒って言った気がする。全然内緒じゃないけど。記号していいよ。昨日ごめんな。けどもう配信ないのと同じぐらいさ、マジ時間短かったから大丈夫だよ。疲れな、ありがとう。かわいい、それも結構せよマジ今すぐ寝れる。告白心拍数難しいよね。何時に起きる？けど午前中には明日起きるよ。うん、明日も結構一日中あれ予定詰まってますね。そう、なんか夜はマジでなんか眠くなくなるねんな。眠くなくなる、眠くならないですよ。ワンピース今見てた。さっき髪の毛乾かしながら最新話を見てました。サボさんを見てました。かわいい、するよ。マジでもう昨日は夜マジでもうずっとレッスン上で叫んでた。ずっとマジでずっと叫んでた。誰か助けて、神様とか言ってマジでやばくない？やばいよな。兵庫まで行かない。兵庫来てよっていうか、今兵庫おらへんけどさ、レナがね来てよとか言っても今はいないんですけど、何もない兵庫にとか言ったらあかんけどでも便利じゃない、兵庫って。大阪近いし、まあ岡山とかも行けちゃうしね。適当かわいい、知ってるよ。かわいい、知ってるよ。こっちゃんいなかったら、そう、マジでやばかった。ほんまにやばかったね。眠くないですよ、眠くないよ。マジさっきさ、配信するのやめようかと思った、配信つける前にさ。いや眠いな。嘘やけど、やるか迷ったのは嘘ですけどね。やばない？あと10分でもう2時間寝てて、1回レッスン上でやばーと思って。やばくない？マジで。でもあの時にマジこっちゃんが今日起こさへんくて、あと5分ちょっと食います。みんなが起きてもなんか起きないっていうか、なんか起きないはなんか悪気がある気がする。起きられないです、なんか
爆睡とか言わんとって恥ずかしいやん。昼寝やねんこっちはな、一応ね、一応昼寝のつもりなんだけど、なんか爆睡しちゃうんだよねいつもね。だから今日も危なかった。え、再生できるやろ。え、うまないレナ、こっちゃんのなんか特徴というか、特徴っていうか、うまくないですか話し方。人の真似すんのめっちゃうまいねレナ。なんかモノマネとかじゃなくて、なんかこういう話し方よなみたいな、特徴みたいな感じ。あー、もうオイルつけすぎて無理、束になっとる、最悪。うん、え、マジでこっちゃん、ほんまにナイス。え、マジめっちゃ迷ってん、即答せんへんくて、踊ろうよみたいに言われて、多分2、3回言われてんな、踊ろうよみたいな言われて、よし踊るかマジこんな感じで立ち上がった、よし踊るかマジで、マジでもこのこのレベルうん、嫌な感じの夢ってな、わかる、なんかあれよな、覚えとるよな。振り入れは、え、なんかマネージャーさんにも昨日言われて、振り入れどんぐらいでできるんですかみたいな。あんまり1日で自分で振り起こしすることないかな。振り入れはもう無理ですね。振り入れの時に1時間で私は覚えられないですね。振り入れかける100倍ぐらい踊らな、踊られへんマジで。なんかなんでこんな出来悪いんって思うもん。いやし、なんか昨日だっけ、昨日振り入れだったんですけど、もうあの最後の曲がもうほんまに記憶がなくて、でもう振り入れの途中から、待ってこれ頭に今糖分ないわと思って、ちゃんと分かるんよ、なんか自分で集中できんくなったり、なんかぼーっとしてまうなって時は、なんか あかん、なんか別にお腹は減ってないけど、うんうん、なんかうん、いやいやレナさん疲れたらさ、レナのお母さんもなんやけど、なんか疲れたら声出えへんくなんねんがよくお母さんが、いや疲れたって言って電話するときによくやばい今日めっちゃ疲れたんだよねみたいなマジで眠すぎて無理、なんか何のことも考えられへん。ワンタロがないとえ、誰もいない、やば、授業中なんか誰もおらへんくなったみたいな感じやん。わかる、寝坊した夢ってマジで見るよな。でもそういうのってさ、なんかマジでリアルで、なんかマジでリアルじゃない、髪の毛くぐってコンタクト入れてみたいな、マジ急がなみたいな思ってよかった今日は朝の5時ぐらいから8時とかかな、起きたのまあ3時間ぐらいは寝てる。座学とか無理ですね。少年の立ち位置は振り覚えるの大変。大変です。立ち位置はまだいけるけど、え、分からん、無理、やばい曲によるかな。でも覚えやすい曲と覚えにくい曲があって、なんかやりやすい曲とやりにくい曲があるんですよ。例えばなんかこの曲は曲の時間が短いからラッキーとかじゃなくて、なんか曲の時間が圧倒的に短くても、もう何にももうなんか振りが入りにくい曲があって、そういうのとかはマジで1時間はかかるかな、サビだけで1時間とかかかっちゃう大変ですよね1紙から書いたんですよ。実家の時とかは1紙使ってる、実家は1紙です。あとトリートメントは
なんか前まで使ってた。秘密です、シャンプー秘密。一回言ったことあるけどね、お母さんとお揃いですって言って。最近トリートメント変えたんよ。トリートメントは内緒です。トリートメントは絶対内緒です。嘘な、別にそんなあれですけどね、またちょっと反感食らう。40分になったら終わります。ニューヨーク座売ってなくて、なんかあれのお店の人にさ聞いたね、わざわざ。なんか恥ずかしいけど、なんか一回恥ずかしくて、なんかすいませんみたいな、お風呂のコーナーってどこですかみたいな言ったら、なんかお風呂のなんかあのシュッシュとかが置いてるところに、ここですみたいな、海外の方でここですって言われて、あ違うけど、あ違うんですよ、バスボムですみたいな言おうと思ったけど、なんかかわいそうだから、あありがとうございますって言って、でまあ一旦見てみたけど、やっぱりないやん、そんな当たり前に掃除コーナーみたいなところやから。でなんか女の人になんか聞いたねん、なんかバスボムがいいんですけど、バスボムとかってどこにありますかみたいな。そしたら、ああちらですねって言われて、見たらなんかディズニーとかサンリオとかスプラトゥーンとかあったかな、あとなんかまあなんか可愛いキティちゃんじゃなくてプリキュアとかはあったのに、そうまあ寝ちゃったね、ごめんね、45分でやらへんかった、絶対やらへんよな、そんな。で待って、あーもうごめんなさいって感じで昨日叫んでた。あーもうここって何倍よやーみたいな。うんうん、頑張ってありがとう。うん、確かに兵庫って広いらしい、結構言われる広いって。うん、ちょっと待って、もう俺ね40分で終わるって言ったけど、コメント一旦読むわ、ちょっと昨日も短かったから。読むわとか言ってさ、読まへんかったら読んでないだろおめえってなる、言われるから、一応目通しますっていうとこ。目通しますね、そのビューンってせずに。ビューンはさすがにね、昨日あの配信やってなかったから、やってないに等しいから、ちょっと申し訳ないですからね、ちゃんと見ますね。うんうんうん。ねえ、なんか昼寝って15分とか20分がさ、一番なんか疲れが取れたり、なんか集中力が高まるみたいな。私の場合2時間寝ないと集中力が高まらないんですよ。15分寝たところでもう眠すぎて眠すぎて起きられない状況に起きるっていう。ぬるかは育つね、育ってほしいんですけど、ダメですね、こんなに寝ているのに。よーせんけかしよーよー、寝てるのに育たないよ、誰か助けて。ミヤビーム、ミヤビーム今日何話したっけな。え、なんて言った、え、かけるのさっきなんて言ったの、え、なんか言ってたじゃん、え、何、うん、何も言ってないよ、いやいや言ってたよ、何言ったのさっき、絶対言った、これです。ミヤビームこれ。ミヤビームこれですね、永遠と聞いてくるっていう。え、似てない、めっちゃ似てると思うねんけど、多分似てる気がする。結構これ好評ですね、多分。カムラには18歳。
どう？え、似てないみたいな。これよ、ヨンジのハイデンズ。似てる気がする。結構イラってしてない、イラってしてない。逆にありがたかった、なんかこっちゃんに起こされた時は。うわー、待ってないスコッちゃん、頑張って起きよう、よし踊るかって感じなので大丈夫ですよ、大丈夫です。そう、糖分切れたらマジでもう頭が回らんくなって、そう自分で分かるぐらいそう。で、喋ったら元気になった。寝てもええで、優しい。うわ、前見た、一人だけ言ったっけこれみんなに。もうこれ絶対12時パターンやん。え、言ったか分からへんみんなに。前に見た夢があって、 E 公園のアンダーの前でなんかK2 のアンダーも近くて、なんか2つを同時にやってて、でもうなんか、あーもう E がやばいよってなってた時に見た夢やねんけど、もうなんか夢の中でなんか E 公演の当日になってて、でもなんかその時にアンコールがまだできてなくて、でなんかえどうしよう、アンコールまではいけるけどアンコールから2曲やってない、え今から振り起こしして間に合う、え、マジでどうしよう、え、どうしようどうしよう、え、逃げる、え、待ってみたいな、本編やってとりあえず一旦逃げるとか考えてる夢を見た。どうやって抜け出そうみたいな、できひんわみたいな、やってない、どうしよう、なんでやってないみたいな、なんで当日来てるみたいな夢を見たことがありますね、一回。マジでマジでちょっともう最悪でしたね、そういう夢見た時は。どうしようってね。急にできるようにはさすがにね、そんな天才じゃないんでなんないですね。1ヶ月あっても1曲もできない、そんなことないよ、たくさん踊ればいけます。何きっかけ、何やったっけ、なんだっけの、忘れた、何きっかけ。トリートメントもお母さんとオソロも使ってる、シャンプーもなんかトリートメント2個 ?3 個ぐらい使ってて、もう1個は1カミのやつであんま使ってない、それはてか全然使ってない、で2つを交互に使ってます。こうです。はぁ、入学前にワンピースなかったね、なんでもうダメくやってくれへんの、めっちゃ探したのに、めっちゃ探してマジで人おらんかったから、え、ないん、え、ないのって一人で喋ってた、え、ないん、どうしよう。え、どこにある、逆にでもなさそうやったんよな、多分レナが行った杉薬局はなかったんですよね、多分分からんけど、うん、多分なかった、なかったって思う。え、でも待ってほしい、なんかお店のアンケートとかに言おうかな、ワンピースのバスボムを置いてくださいって。まだないんかな、えーぶら下がってた、うわあるよな、たまになんか特別ですみたいな感じ出してるやつ。そういう系か、そういう系か。マジ探す。マジで会えんかった、うん、ビューンしてないで、結構めっちゃコメントめっちゃ追いついてない、やば、これ45分で読んでる今。
みんなお休み言ってくれと、寝てとか言ってくれてますね。優しいですね。毎日弱って言ってるとか言われてる。ほんまに弱いかな。ビームめっちゃ似てない？そう、なんかいつもさ、なんか問い詰めてくるね。だから、おー、言ってないよ。何もマジで、マジで何も言ってない。感じです。あ、おつにじは、なんかミヤビームは、え、かぎらのなんちゃん、さっきなんて言ったじゃん。え、言ってた？絶対言ってた。え、なんて言ってたの？これがミヤビームで、おつにじは、おつにじは、なんやろ。でもあんま聞かれへんかな。あ、でも聞かれる。なんか聞こえへんかったり、なんか、え、これ何々やったらしいって言ったら、それが聞こえへんかったら、え、何何教えて、何、なんかちょっと怖い系で追い詰めてくる。何教えて、早く言って、教えてって感じで言ってきますね。特徴がありますね、みんな。ビーム似てない？結構。え、似てるっしょ。ほら、似てるやん。え、イワニャン何？似てるでしょ。イワニャンも。イワニャンも似てるでしょ。うん。夢の話来た、今。え、マジで夢の中でほんまに逃げる作戦考えてたもん。だってさ、あの、なんかここからあの劇場のあの裏の通路から走って逃げたら逃げれるかなとか考えてた。誰もおらへんうちにここ走ったら抜けれるよな、でもその後どうしようみたいな、その後もう会われへんとか考えてた。やばいよな。でしかもさ、その時にさ、ずっとさ、あとアンコール2曲、あとアンコール2曲って思いながら生活してたわけですよ。あー、今日もアンコール2曲とも振り入らへんかったとか思って生活してて、マジでそれがもうなんかそのまま夢に出てきて、なんかもうできるところはできるって思って、しかもちゃんと踊ってるんよ夢でも。なんかちゃんと踊ってました。ターン押しとか踊ってた、ちゃんと。これ言った気がする、なんか前に言わんかったっけな、言ってないかな。一人ごととか全然言ったことないですよ。うん、兵庫にもあるんじゃないかな、多分あるある、普通に。お客様の声で、ワンピース、いや、よう聞こうと思ったね、ワンピースのバスボムって置いてますかみたいな。聞こうと思ったけど、バスボムコーナーになかったら、ないかなって思っちゃって。確かに聞いた方が良かったよな。はい、寝ます、そろそろ。頭痛くなってくるような、眠い時って。そう、なんか暗い感じで攻めてきますね。そう、問い詰められる感じ。何？何て言ったのさっき？何？え、聞こえない。もう一回。何？って感じで。ね、年下にめっちゃ問い詰められてとうよな。悪魔の実食べたいな。いや、マジ脱獄レベルで、もう夢の中で追い詰められてたで。ほんまにほんまに楽しいよね。覚えやすい曲調。なんやろ、曲調はないかな、やっぱ振りかな、入りにくい振りみたいな。
体に振りが入りにくいやつはちょっと苦手かな。じゃないかな、わかんないけど。しんどくねならない程度に頑張りますね。おやすみなさい。2回目ありがとう。5時1分やけど。あ、じゃあバブルでね、なんかいろいろ送っとくわ。そうしまーす。かわいい、失礼よん。ありがとうね皆さん。あんな、やっぱ寝てなかったら頭痛くなるよな。やっぱそれなんや。ありがとうございます。あ、洗濯物頑張ってね。洗濯物干すのは結構大変ですからね。さようなら。さようなら。すぐに寝る。え、マジでみんな10分後。20分やったら12時過ぎやから、え、20分後のレナ想像して。え、みんなじゃあ12時20分にレナのことを想像して。あの真っ暗の部屋でもう布団に入って寝ているレナを想像してください。マジでもう携帯触らんとマジに寝るから。こうやって携帯触って、マジで想像して。いや確かに想像しな、なんで想像しなあかんねんとか思ってるけど、マジでなんかあの、なんか例えばさ、なんかなんやろ、なんかまあライブ感覚と一緒かな。なんかみんなの想像がほんま現実っていう。例えばみんながそう、もう真っ暗で、あ、かきれな12時20分から寝とんなって思うやろ。そしたらほんまにちゃんと寝てるねんな、レナが。ライブ感覚です、想像は。想像はライブ。そういうこと。じゃあよろしく。ガチ寝るから。20分にはほんまに真っ暗のとこにで寝てますから。はい、よろしくお願いします。想像してください。20分に、20分になんかかきれなが起きてそうな素振りがみんなに見られたら、まあそれはそういうことなんですけど、まあそういうのは置いといて寝ましょう。もういいよ、そういうのは置いといてね。はい、さよなら。バイバーイ。そうやねんな、ガンビラ着せんようにマジで気をつけな。少しの時間よかった。隙間でね、隙間で寝とくわ。意味不明。バイバーイ。おやすみなさーい。今日がねー、してるよー。バイバイ。さよなら。あ、バブル送りますね。とりあえず12時までは。やっぱ12時15分やな、これは。12時15分に想像してください。もう真っ暗のかけるなをね。ね。じゃあ、バイバーイ。おやすみー。3回目でーす。バイバーイ。こんだけやけど。明日も頑張ろう。というか、幕張まで頑張ろうね。おやすみなさーい。